はい、こんにちは。今日もあげさんで酒が飲めるぞ、酒が飲める飲めるぞ、酒が飲めるぞ。今日はシュウマイもあるよ、酒が飲める飲めるぞ、酒が飲めるぞ。はい、ということで、これ呼ばれます。山田さん。サブへ。はい、ようです。お疲れです。今日はね、遅いんですけど、明日の出発が、出動がちょっとゆっくりめなんですよ。だから気分的にね、あれかな、楽かな。いつもはね、もう21時回って帰ってきてね、朝はもう7時前に出発しとったんですよ。明日はね、5割はしてくれやったんですけど、朝がね、朝はちょっとゆっくりできそうなんで、でね、やっぱりね、朝目覚まし かけて起きんのとかけらんでいいのはちょっと気分的にねちゃいますわ。って言うてもね、そんな生活保護お世話になってる時はね、目覚ましなんかける、まあその前からもそうやけど、目覚ましなんかけることなかったんですけど、長いことね、昔はそら中央芝おったから、いただきます。あれですね、目覚ましはね10個ぐらいあったかな、私中央芝居という頃は。もうそれもなんか世界一音がでかい目覚ましとかね、そんなようなやつばっかり、ほんまにもうその10個かけとっても起きれんみたいなね。あ、これちなみに百郎の揚げさんね、百郎の50円引きの実質50円の揚げさん。目覚まし10個言うたらもう強烈ですよ。もううるさいのばっかり。ようね、いつも朝起きとったら、早かったらね、もうそういうリズムで朝起きるの得意みたいなことよう言われたんですけど、朝の早いなんかもその絶対なれまへんで、聞くところによるとね、人間の体っていうのはもう晩は寝て朝に起きるようになってるらしいですわ。それをね、無理越しされて早く起きとるわけやから、それは大変ですよ。慣れない、ほんまに。結局20年ぐらい早起きしてましたけど、慣れへん。50円の揚げさん、うまい。
横浜イレブン横浜え寝た横浜え出てけなんとえ出てけよえ横浜イレブンえ出てけ午前3時の東京ではこれ中原理恵え横浜え横浜イレブンえ何やった出てけなんとかいうね可愛い女の子うわからしもないわあからしはないわで思い出したけど生姜がね本物の生姜この今このチューブじゃなくて本物の生姜はあるんやけどまたいつのんや分かれへんだからもうやめましたしょうがないなほんまにだってしょうがないじゃないやっぱりねこれシューマイってもう今度シューマイめっちゃねこれ何もかけへんかったよねうまいおおうまいやっぱりちょっと気持ちに余裕がある時はいいよね何がいいねはい、よーですシューマイうまい、シューマイえ横浜がシューマイ大阪はシューマイよくわからないですシューマイって言うんですよね本場はシューマイうまいYouTube の友達でねマリちゃんでいてあるんですけどその人横浜の人でねいつも用してくれありますねほんまにみたいな人やうまいねG
自前ないけど私も横浜行ったことはおますねん。それも最近です。最近いうか5、6年前かな。なんかバスで横浜一周しましたわ。何も記憶にない、残ってないですけど、唯一ね、何あれ、レンガのなんか、レンガのお城やないけど、なんかレンガのどうのこうのいう建物があってね、多分めっちゃ古い建物やと思うんですけど、そこでシューマイ食べた、それが覚えてますわ。うまい。横浜はね、結構ね、縁があってね、あの、マリちゃんでしょ、横浜。ここうちの兄貴も横浜ですね。ね、親戚のおばちゃん、唯一いうか一番仲良かった親戚のおばちゃんがね、横浜ですね。横浜ベイスターズのね、浜野番長、三浦浜野番長は好きやしね、今監督やってはんねんね、浜野番長監督してるってね、ほんま我々が野球見てる頃の人がみんな監督になっていっとるね、ほんまにね、矢野といいね。うまい。それ人のギャグやし。これまた速攻寝るんかな。けど美味しいわ。このなんか居酒屋メニューみたいなね。
うめ。はい、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。まとめると、まとめますとね本日のまとめまとめますとね、まとめますとね、100円ローソンお買い得やっちゅう話と、あと何やった、やっぱり仕事がないじゃないね、ゆっくり飲める酒はうまいっちゅう話と、あとすぐ酔うっちゅうことと、あと何やった、あ、そうそう、あとね、これが言いたい一個だけ言わなあかんな思ってることがあってね、私最近よく車が外よう出てますやん。ほんならそれでめっちゃ気になるいうか気ぃついたことあってね、もうとにかくもうこのコロナが明けた頃からです、明けたがコロナがまあ収束しかけた頃から、ベンツが多い車ね、もう右見ても左見てもベンツばっかり、なんかあれ昔の方言うんかな、あれこのベンツのマークって言ってんのかな、ベンツマークあれのやたらでかいバージョンと、あとジープじゃないけど、あれジープ形がジープっぽいベンツとね、もうやたら見る、もうほんましょっちゅう見ますね、ほんまにむちゃくちゃおる。あとアルファードいうの、あのトヨタのあのちょっといかついやつが乗りそうな、あのちょっと交通ルール守れへんやつがよう乗ってそうな、あれね結構その一尾鉄が乗ってる感あるんですけど、女の子が乗ってる率もほんま高いですよ、ほんまに。まあいいねんけど、ベンツはほんま多い、多なった。だからねこれほんまにコロナでね、どうやろう、コロナでよう儲かった人もいてるんちゃいます？なんかあんなに急激にベンツばっかり増えませんやろ。ベンツが安なったんかな、よう知りませんねんけど、とにかくベンツ多いわ、ほんまに。だからそういかついベンツやのってね、なんちゅうてんかな、ちょっとアウトドア系のベンツみたいな、よう分かりませんけど、ほんま多いね。だからなんやかんや言うてね、もうそんなに貧困のさ、もうそんな実感、そんなようニュースとかでやってますけど、特になんとも思えんかったですけど、やっぱそれはやっぱすごくなってきたんちゃいます？我々はなんか給付金お願いしますのもおりゃね、ベンツ乗ってねやつもおるし、ほんまにね。ということで、ちょっと待ってね、はい、そんな感じで、またベンツ事情に詳しい方はまた教えてください。っていうか私ね、昔ねおかまされたことあってね、止めとったら後ろバーンおかまされて、何回な思て、ベンツがおかましてきよったことあってね、それも普通のベンツちゃいますせ、車検もやってない、なんかもうちびったやつが乗ってるベンツでね、でも頼むから堪忍してくれ言うて、でも会社の人も来はった、もう頼むからもう警察言わんといてくれ言うて、堪忍してくれ言うて、ほんまにそこで堪忍するおっさんちゃいますみたいな、はい、ということで、はい、以上です。もう
一生飲んで暮らしたい。はい、おやすみなさい。バイじゃ。バイなら。おやすみなさい。以上、壮大。